じゃあこんにちは、豊さん。はい、すごい投手を見つけました。ねえ、はい、ねえそうマルティネス。そうです、まあ、マルティネス投手っていうのはね、いっぱいいますけれども、誰かと言いますと、ドミニカ出身のロドルフォ・マルティネス投手。実は NPB ではなく徳島インディゴソックスで今加入して。よく見つけてくるよな実は一部のやっぱファンの間ではすごい投手がいると今話題になって。いや早いよ。そうなんです、うん、最速164キロ自己最速なんですけれども、うん、まあ、そもそも、メジャーリーグのジャイアンツの傘下の 3A サクラメントリバーキャッツウィンターポールでプレーしていたんですけれども、徳島が取ったということ で、右スリークォーター気味のフォームから自己最速164キロの直球で圧倒する剛腕。どうなんだろうね、はい、そういう素材ってさ、パッと見て、うん、いやーこれ素晴らしいと思ったらすぐ手を伸ばしそうな感じがするんだけど、はい、まだ見てるっていうのはどっかに欠陥があるのかなっていうとか、まあ、様子見、まあ、例えばその自滅型とかさ、はい、コントロールがあんまり良くなくて、うん、映像を見ても、はい、各それぞれ1球しかないんだよね。あ、そうなんです。しかも高めの三振してるっていう、そこら辺がどうなんだろうなと思うけど、はい、まあ、コントロールがちょっと怪しいのか、うん、でもコントロール多少甘くても160キロ超えるとなかなか打てないからね、うん、そうですよね、うん、だからその魅力はあるだろうけども、はい、でもな、先発では使えないのか。というか、まあ、中継ぎみたいなんですが、まあ、1イニングだったりとか、まあ、そうだね。でもそれだったら欲しいところはたくさんあるよね。ありますよね。で、あの我々が見た映像っていうのがオリックスとソフトバンクと対戦した時の映像で、それぞれがまあ157キロのストレートだったり、あと153のまあストレートで空振り三振を取ってるという映像、まあ、だからその2映像しかないんですけど。そうだ。そうなんですけど、いや、なかなかこうはっきりしたことは言えないけどもさ、はい、球の速さを考えるとやっぱ魅力はあるよね。ありますよね、うん、だから、まあ、日本ハムなんかは多分遠いからさ、徳島まで見に行ってんのかなどう、まあ、まあ行ってるよな。るか、あ、オリックスソフトバンクはもうそれぞれ対戦してるので、スカウトの人たちはもう見てますよね。だからもうそのマルティネスも力んじゃってさどっか取ってそう、絶対やってると思う。そうですよね、まあ、オリックス今年阿部投手があんまり、まあ、まあ、そうだね、はい、良くないっていうのもあるので、まあ、でもあそこはさ、ほっといてもなんか出てきそうな感じがするもんな。まだいそう、まあ、近藤もいるし、ワゲスバックもいるし、はい、ね、うん、まあ、いっぱいいるよね、あそこは。まあ、宇田川、山崎総一郎、はい、じゃあいらないですかね。いや、枠があるからさ、まあさ、ゴンザレスが野手で入ってて、まあ枠はあるか。あるかもしれないです。ラオは外国人枠じゃないの？ラオ？やってるけど。ラオはそもそもあの日本人、日本人だと思うんですよね。ラオ。あの子は徳島だからね、出身が。あ、そうなんですか。インディゴソックスとはなんか関係が近いっていうか、はい、まあ兄弟が一緒だけだけどね。別に、ね、出身でもないしさ。そうです、まあ、だけどマルティネスは面白いかもな。いや、そうですね、雇って、まあ金額だよ、まあまあそこ、うん、折り合いがつけれるかどうかね、はい、いやでもインディゴでどのぐらいでやってるのかな、給料。それが全くそのネットの方で記事で出てこないので、まあ4桁は出してないと思うよ絶対。徳島、まあ、そうですよね、三桁、4桁は多分出せないと思うから、はい、三桁ででもプロが4桁でも来るような気がするよね。いや絶対そうですよ。で、あの徳島インディゴソックスっていうとやっぱ10年連続でドラフト指名選手輩出してるので、やっぱいい選手がいるってことで、プロの NPB のチームからも注目されているチームではあると思うんですよね、いい選手がいる。いや、まあいい選手がいるから、うん、プロ側もやってみたいよね。でどういう動きをするんだろうって、うん、まあ、プレーを見てたら考え方が分かるから、うん、だからそういう考え方を知るために、はい、うちのチームとやってもらうとかさ、はい、まあ、それは呼ばれるんだろうけどもさ、例えばロッテあたりとかどうですか、まあ、うん、去年あのソフトバンクに取られちゃったっていう経緯もあるので、まあ、ロッテはなんか途中採用っていうのは得意技だよね、うん、はい、いやだから去年のオスナだってそうだしさ、はい、得意技で来るかもわからないけども、うん、まあ抑えの方もでもいろいろ質量とも苦しんでるのはやっぱり日本ハムだし、うん、まあ、日本ハムにあげるといいかなと思うけどね、うん、あと中日ロドリゲスが帰ってしまって、まあ、今マルティネスが務めてる状況ですけど、中継ぎという意味でマルティネスは務めてないよ。
その前だから あそっかそっかその前だからまあ祖父江かな、祖父江とか勝野とか、まあいろんな選手で補うことはしてるよね、はい、だからマルティネスが来て、最後もマルティネス、はい、丸丸困るね、ややこしいね、二重丸、はい、まあまあでも中日でもいいかもわかんないよね。そうですよね。ただやっぱ一球だけじゃなくてやっぱ生で見てみたいけどな。まあそうですね、どういう感じなのか。ああ、うん、そうなんですよ。あと欲しいところ、いやそれはさ、安く取れるんだったら、まあとりあえず164キロがマックスで投げれる投手なんかいないわけだから、はい、だからまずは取って見てみたいよね。巨人でもいいよ。いいですか。ただね、あそこは外国人が多いから、ピッチャー2枚登録してて、野手2枚登録してる、まあ、他にも余ってるからね、外国人、巨人は。そうですね、だからもう連れてくるとややこしいよもう枠の問題っていうことになりますもんね。そうかなかなかやっぱこう難しいと思う、巨人は。でコメントではカープのファンがカープに欲しいっていうのもあったんですけれども、カープはどうですか。いやカープでもいいと思う。うん、ただあそこも外国人が、まあ、野手2枚使ってる。そうですね、まあ、ピッチャー2枚しか使えない。コルニエルとターリーがいるから、はい、それで4人なんだよね。まあローテーションを組めばいいっていうことなんだけどもさ、まあ取るかなっていうようなところなんだよね。あとは阪神がやっぱり湯浅投手、浜地投手がちょっとっていうところで、うん、可能性はあるよね。うん、可能性はある。ある。あそこも外国人多いんだよ。あ、確かに。まあまあでも登録されてない外国人もたくさんいるから、はい、だからそういう意味では良ければ登録するということで、まあ阪神も面白いよね。そうですよね、うん、いやだからその当てはまる球団、欲しいなと思いそうな球団っていや、いくつかありますよね。いやいやいや、そりゃスピード魅力だもん今、はい、うん、ただその外国人の枠と、うん、コントロールが心配だよね。そうですね、まあ、心配というか1球しか見てないからさ、わかんないんだけど。でもどうですか、あの高めのストレート。いや、やっぱ速いのは振っちゃうし、うん、当たらないよなかなか。だから魅力はあるピッチャーだよね。そうですね、うん、あとはどういう球種があるのかっていうところも分かんない、分かんないみたいですけど、まあ、あの投げだったらスライダーだとか、はい、まあ、今の主流からするとフォークは持ってこないとな。フォーク、まあ、スプリットという、うん、まあ、彼は言うと思うけどね、はい、高めストレートの、あの球速、それからフォークだったりとか、他の球種も良ければ、まあ、いや、それは取るよ、争奪戦だよ。そうですよね。でもそういうピッチャーがいたってことを徳島さんの方が早く取ってきてて、他のそのプロのチームがっていうのは気づかなかったんですかね。いや、気づかないことはないと思う。情報は入ってたかもしれない。あ、何か何があってちょっと取るのを控えてたかもしれない。まあね、何なんだろうね。もしかしたらやっぱ徳島ってすごいいい、その補強するよな、うん、いやそうなんですよ。だからこういうのを見つけるのがうまいのかなと。うまいんだろう。いや、海外で契約すると高くなるけど、はい、一回日本に入ってきて独立リーグからの契約だったら安くなるっていうふうに考えてたかもわからないな。ああ、で、そこを狙ってたのかもしれないってことですね。だからでもマルティネスっていうのは隠れてたかもな、どっかに。どっかに。ああ、これ例えば育成で取るっていう可能性もなきゃ。いや、それはあるよね。うん、でも育成で取るんだったら、なんかマルティネスはなんかインディゴでやっときたいっていう、プロでやりたいか、うん、育成でもちょっとでもやっぱり契約の年俸だったりが今よりも良ければ、そうかな、うん、育成からあそこから上がれる可能性っていうのはもちろんあるので、あるよな、うん、魅力かな。まあ、若いしね、まだね、まだ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 長くバリバリできるしね、はい、だから太鼓判を押せないよ、はい、太鼓判を押せないよ、押せないけど、このスピードは魅力があるね、うん、豊さんだったら、じゃあ育成でも、まあ育成じゃなくてもいいとして、お試しかわからないですけど、いくらで取れるんだったら取りたいですか。1年契約、まあ1年最低保証だな、うん、でいくら、まあ1500から800の間ぐらいで、多分それだったらマルチネス投手行くと思うんですよ、絶対に。そしたら儲けもんじゃない。そうですよね、たと、うん、えそれが取ってみて外れちゃったとしても悪くはない。いや、もうしょうがないよね、うん、でもさ、球団無駄金使ってるよ結構補強に、うん、何も飲んないじゃんみたいな確かにそうはあるから、うん、いや仮に1500万1軍最低保証で取れるとしたら、うん、儲けもんかもかな、これ。
これは見てる球団関係者の方いたらちょっとどっかアタックするチーム、はい、みんな知ってるからスカウトが目を皿のようにして見てるから。でももしかしたらこの動画が後押しになって背中を押してほら、まあそうだな、そうですよ、うん、5月6月あたりにあれあのマルティネス投手じゃないっていう、そうだよでなるかもしれないですよ豊さん。でもね入団してもわからないところは1球団だけある。どこ？ジャイアンツ。ジャイアンツだったらヒゲ剃るから、えこれマルティネスってなっちゃう。いやわかんないですよね、わかんなくなっちゃう。去年まであだってポランコだってポランコが誰だかわかんなかった、ヒゲ生やしててあこいつポランコだったよなってわかんなかったですもん。バーバーって可愛かったんだけどさ今なんかちょっと怖いもんね。でもあのやっぱヒゲあるのとないので全然ねまた雰囲気変わるな、雰囲気変わるので。でもあの髪型がブリンソン選手とかあとウォーカー選手と一緒なので、まあそうだね、はあ、あれですけど、いやちょっとどっかね、いやいや、まあ、あの面白い存在ではあるよ、うんうん、だから本当に今はね春先だから、はい、揃ってるっちゃ揃ってるんだよね、まあ、だけど先を見据えて取るところは早めに手を打たないとね、はい、どっかに横取りされちゃいますもんね、うん、そう、はい、まあ、横取り、まあ、争奪戦になるよね。そうですね、それを待ってるかもな、マルティネスは。カモンマネゲーム値が上がっていくの、マネゲームどうぞ大好きみたいなもう一番あの出してくれるところに僕行くよって。そうそうそう、いきますよ。さあそこがどこの球団になるのか、なるかね、はい、ちょっと楽しみにしたいと思います。結局ソフトバンクにいたりしてな、それはちょっとつまらないですよね。はい、はい。